聞け。報告します。張飛殿が援軍を率いて駆け、黄金刀め、調子に乗るんじゃね。商人まで戦いに駆り出すとは、朝廷も人材不足のようだな。黄金刀め、張飛様の強さを思い知らせてやるぜ。戦闘中、武将の土器が蓄積されていきます。俺とやろうとは命知らずな奴め。うるせえ、必ずてめえを切り捨ててやる。戦闘で一定時間が経過すると、主君は張飛殿のお力添えに。礼はいらねえ。兄者からきつく言われてるんでな。あなたの名が世に知られ始めます。この乱れ切った天下を必ずや。この美しい山が必ず手に入れてみせるわ。私のことをなめたら、剣を持って乱世を治めてみせよう。この乱れ切った天下を必ずや平定してみせよう。乱世を生き抜くため、所属する勢力を選びましょう。城の破壊は免れましたが、最近現在城内では資源、必要に応じて様々な食料、鉄鋼、石材、それでは次に木材を製、次は石材、これが最後の最終施設です。すべての最終施設の建設が終わりました。酒場には各地から豪傑が集まっ、おめでとうございます。優れた、武将たちが出陣を待ち望んでおります。強力な精鋭たちが揃いました。戦場で賊や各地の軍友を討伐する、you
国に背く逆賊め、さっさと降伏しないか。お前のような青二歳に何ができる。天使様の強さ思い知らせてやるわ。あなたの名声を慕う武将が、お初にお目にかかります。助太刀すべく馳せ参じました。あなたの協力を得られるならば、またもや優れた武将を獲得。城外に山賊が潜んでいます。山賊を倒すと主城の、メール内の戦況、鑑賞おめでとうございます。十分に英気を養っ、かけるつもりか。俺とやり合おうというのだな。命知らずな奴め、この場で切り捨ててくれよ。我が軍は連戦で兵力が不足、強力な兵馬が整い食料も十分、このような虫けらが攻め込んでこようとはな。今すぐ始末してくれよ。城内に建てた最終施設から多くの、こんなにも早く主城を再建させるとは。ですが今までの戦い、ここまでさまざまな基本操作を学んで
マップ上の敵軍を殲滅した。これからは優れた人材が必要。あなたが普段やるべきことを。この同盟は我が人生をかけて守ってみせよう。俺は死など恐れぬわ。
武将がランクアップの条件を満たして、武将のランクが上がると この同盟は我が人生をかけて、ま、俺は死など恐れぬわ。この同盟は我が人生をかけて守ってみせよう。